通勤時間って結構こうバカにならないですからね。はい、ストモナラサリーサリーです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日はこちらのプレジデントムックに載っていた年収2000万円の人と年収500万円の人の勉強法の違いについて面白かったので皆さんにシェアしようと思います。2000万円の人と500万円の人の違いって何だと思いますか？実は大きく分けて5つのポイントがあります。1つ目が、年収2000万円の人は結構社交的で人から情報を得るタイプの人が多かったのに対し、500万円の人は引きこもりがちであんまり人と会わない人が多かったそうです。2つ目のポイントが、年収2000万円の人は政治とか経済とかニュースに結構敏感で、そういうのをよく読んでいたそうなんですけど、年収500万円の人っていうのは隙間時間にすることが特に決まってない人が多かったというふうに結果が出ております。3つ目のポイントが、年収2000万円の人はちょっとの時間でも無駄にしないタイプの人が多かったそうです。500万円の人は家と会社、要は仕事場の距離が結構遠い人が多かったらしいです。これ面白いですよね。通勤時間って結構こう馬鹿にならないですからね。毎日通うことを思ったらやっぱりこう本当に会社の近くに引っ越した方がいいくらいっていう風に思うんですけれども、通勤時間とかそういう隙間時間も意外と大事です。そして4つ目が、エネルギッシュで容量が多いというのが年収2000万円の人の特徴なのに対して、500万円の人は結構行動力が少なく旅行とかにもあんまり行かないというふうに言われているそうです。5つ目のポイントが、年収2000万円の人は読書量が多くて結構定期購入とか本をいっぱい読んだりとかしているらしいんですけれども、年収500万円の人っていうのは紙媒体はあんまり読まない人が多かったそうです。まあでもあくまでね、こちらは本当に傾向としてということなので、例えば堀江さんみたいに紙媒体読まないけどもうメディアとかでめちゃくちゃチェックしてる人とかもいるので、本当にあくまで傾向としてという形にはなるんですけど、まあ、この5つのポイントから見ると、いかに自分を、ね、年収2000万円の人に近づけるかっていったところを考えた時に、なるべくこういろんな情報を手に入れたりとか活動的であるのが大事なんだなというふうに思いました。であと、まあ、例えば英語だけじゃなくていろんな世の中の経済とかそういったことにも目を向けていくのが大切なんじゃないかな、まあ、モチベーションにつながるんじゃないかなというふうに感じました。年収2000万円の人の何割ぐらいの人が勉強していると思いますか？実は約7割の人が勉強しているらしいんですよ。要は社会人になって学生とかじゃないんだけれども、それでも勉強している人が約7割いるのが2000万円の人ということで、非常に勉強家の人が多い印象を受けました。実のいつ勉強しているかという質問に対して、一番多いのがやっぱり就寝前、夜寝る前に勉強する人がどちらも多かったんですけれども、お昼の時間に勉強している年収2000万円の人が 21% もいるのに対して、500万円の人はたったの 7.5% しかいなかったんですね。ということは結構お昼の時間にゆとりがあって、やっぱりこう一番勉強しやすい、頭に入ってきやすい時間に勉強されてる人が2000万円台だと多いというふうに思う。あとプラス、年収2000万円の人の約半数はなんと平日に1時間以上勉強しているということで、ぜひ皆さん年収2000万目指したかったら平日1時間以上は勉強してみましょう。ちょっとこれ聞くとモチベーション上がりますよね。読書とかも月に5冊以上読んでる人が多かったりというふうに、結構そのやっぱりこう勉強する量に比例して年収も結構こう上がっていってるんじゃないかなというふうにすごく思います。一回勉強したら絶対お金稼げるとかっていうわけではないと思うんですけれども、まあ、皆さんもぜひやっぱり英語とかに興味がある人とかも多かったので、やっぱりこういろんなことに興味を持ってモチベーションを高く保っていくことで、自然とそういうふうに収入とかも増えてくるんじゃないかなというふうに、まあ、グラフからね読み取れるかなと思いますので、よかったらぜひ皆さんも、まあ、年収2000万円まではいかないかもしれないんですけれども、勉強していくことを、そういう人たちもね勉強してるんだっていうふうに思うことで自分も頑張れるんじゃないでしょうか。では私も頑張ります。See you! 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くのでぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。